箱舟で有名なノアの正体は、驚きの姿をしているかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんはノアの箱舟をご存知でしょうか？旧約聖書の中で登場しますが、キリスト教徒でなくても、大洪水とノアの箱舟の話は知っているという人は多いことと思います。あくまで旧約聖書に載っている神話の類であり、およそ現実とは思えない話だというのが一般の認識でしょうが、実はこの話は現実にあったことだとする学者たちが一定数存在します。ということは、ノアも実在の人物だということになりますが、彼には驚くべき真実の姿があるそうです。そこで今回は、旧約聖書に記載されたノアの箱舟の実在について考察しつつ、ノアの知られざる正体について深掘りしていこうと思います。実在したノアの箱舟。まずはノアの箱舟のお話についておさらいしていきましょう。神の起こした大洪水とノアの箱舟については、旧約聖書の創世記第6章から8章にかけて記載されています。人々の堕落に起こった神が、人間たちを滅ぼそうと40日40夜の大雨を降らし、150日間も続く洪水を発生させて、地上の人々や動物たちをすべて洗い流してしまいました。しかし、心正しいノアだけは、前もって大洪水が来ることを知らされ、家族やすべての動物たちのつがいを乗せるための巨大な箱舟を作り、大洪水を乗り切った、というのがノアの箱舟のお話です。実は、神による大洪水で人々が滅ぼされるという話は、聖書だけでなく世界各地の神話や伝承に残されています。ギリシア神話のデウカリオーンの洪水やアステカ神話のチマルポポカ文書の洪水、さらにはアフリカのマンジャ族の神話にも大洪水によって人々が滅ぼされた話が伝わっています。これは一体どういうことなのでしょうか？どれか一つの大洪水の話が伝わったということもありえますが、アステカは南米にありますので、ヨーロッパやアフリカの神話が大海原を越えて伝わっているはずがありません。ということは、神話や伝承のような大洪水が過去に実際に起こったと考えた方が合理的ではないでしょうか。事実、エジプトギザの大スフィンクスの頭部には波による浸食跡が残っていることが確認されています。少なくとも20メートル程度の高さまで水中に没していた時期があったということになります。もしかしたら、激しい洪水の勢いによってできた浸食跡かもしれません。世界を洗い流すような大洪水が実際にあったというのなら、箱舟も実際に作られたかもしれません。そう考える人はたくさんいるようで、ノアの箱舟本体の行方についても古くから議論され、創作されています。箱舟が発見されたら、聖書の話が事実だったという動かぬ証拠になると言えるでしょう。2017年、ノアの箱舟に関する国際シンポジウムにおいて、アメリカのポール・エスペランテ教授が箱舟の痕跡を発見したと発表しました。現在、エスペランテ教授は詳細な現地調査と科学分析をしているそうですので、続報が待ち望まれます。この国際シンポジウムはトルコで開催されているのですが、それはなぜかと言いますと、ノアの箱舟は大洪水の後でアララト山の上に止まったという記述があり、そのアララト山はトルコにあるからです。箱舟の上陸地点と思われる国で開催されているというわけです。実際、アララト山でノアの箱舟の痕跡を見つけたという報告は後を絶ちません。古くは1世紀のユダヤ古代史に箱舟の残骸がまだ残っていて、地元の住民は魔除けに使うため箱舟の一部を剥がして持っていくという記述がありますし、13世紀には東方見聞録の中でアララト山にノアの箱舟の残骸があるという記載があります。1883年の火山性地震が発生した際は、ノアの箱舟の残骸とおぼしき木片が途中から露出してトルコ政府が調査に乗り出しましたが、内部崩落があったために調査は中断したそうです。1960年代以降、アメリカ空軍がトルコに駐留することになりましたが、アララト山の北東斜面においてノアの箱舟の残骸らしき物体を目撃したという報告が米軍パイロットから数多くされています。
これだけの目撃情報があるからには、現代の科学技術調査をもってすれば、何かしらの痕跡が発見されるのではないかと期待してしまいますが、ノアの箱舟は現代のアララト山には漂着していない可能性があると私は考えます。それは、ノアの箱舟のエピソードの元になったのは、シュメール神話だと推測されるからです。大洪水伝説の起源は、シュメール神話。世界各地の神話や伝承で語られる大洪水伝説ですが、その大元は、旧約聖書の創世記の大洪水と捉えられがちです。しかし、それ以前から、シュメール神話では、大洪水伝説が伝えられていました。その内容は、メソポタミア神の一人、エンキがシュルッパクの王に予言するところから始まります。エンキは、人々を滅亡させるために大洪水を起こすにあたり、シュルッパクの王、ジウスドラに大きな船を作るように指示します。大洪水で他の人々が押し流されるものの、王は助かるというエピソードですが、なぜエンキが大洪水を起こすかという点については、粘土板が欠けていて不明になっています。これと同じような内容がシュメール王名表にも記載されています。シュメール王名表は、歴代の君主の名前や王座継承の経緯などが書かれている史書です。それによりますと、シュメールの大洪水は初期王朝8名の最後の王であるウバルトゥトゥの時代に起こりました。ウバルトゥトゥは神から大洪水の予言を受けたウトナピシュティムの父であることがギルガメッシュ叙事詩の粘土板で確認されています。ウトナピシュティムは人々を滅ぼす大洪水が起こることを神に予言され、家族や動物を守るよう指示され、巨大な船を作り、大洪水を乗り切ったという人物像ですが、まさにノアのモデルになったとは言えないでしょうか。シュメール神話の大洪水、イコール旧約聖書の大洪水だとしたら、秘書であるシュメール王名表にも大洪水が記載されていることと合わせて、これは神話ではなく、史実である可能性が高いと考えられます。旧約聖書の大洪水の後、箱舟から降りたノアの姿が宗教画などで描かれていますが、シュメールの大洪水がモデルだったとすると、ノアの姿が大きく違ったものになるといいます。驚くべきノアの正体が歴史の陰に隠れているそうですが、一体どういうことなのでしょうか。ノアの驚愕の正体とは。まず注目すべき点は、シュメール初期王朝8代の王は人間離れした寿命であったことです。シュメール王名表によると、初期8代の王だけで24万年の治世になります。一人平均3万年を治めているというのは、ちょっと常識から外れすぎていますので、これは王の偉大さを示すために大げさに表現していると考えられています。しかし、シュメール王名表にも、シュメール神話にも、この初期8代の王は天から降りてきた王だと記されています。桁外れの長命と天空から舞い降りた人物ということになると、やはり宇宙人を疑わざるを得ないのではないでしょうか。そして、シュメール文明の古代宇宙飛行施設として、オルタナティブサイエンス界隈で認知されているのは、アヌンナキです。シュメール神話の神々の中でも最重要の神であり、天空の神の子孫という意味を持つアヌンナキは、同時に宇宙人の名前としても有名です。アメリカ政府の宇宙人リストの中にも、アヌンナキは名を連ねており、古代宇宙飛行施設を公然と認めたに等しい扱いを受けています。アヌンナキ研究の第一人者であるゼカリア・シッチンによりますと、彼らの母星である惑星ニビルの大気環境が悪化して生存困難になり、その環境改善には金の粒子が必要でした。しかし、惑星ニビルの金鉱山は枯渇してしまったそうです。やがて地球に金鉱山があることを突き止めたアヌンナキは、金の採掘のために地球に飛来してきましたが、採掘作業をするうちに人手が足りなくなりました。そこで地球にいた原始人にアヌンナキの DNA を組み込み、急激に進化させることで作業するための知能を備えさせたということです。なぜ人手が足りなくなったかというと、アヌンナキが惑星ニビルから連れてきた作業要員、ヒューマノイドイギギが、度重なる重労働に嫌気がさして、反乱や逃亡が頻発するようになったからだといいます。そこでアヌンナキは、大洪水を起こしてイギギを一掃すると、原始人に自分たちの DNA を組み込んで、人類へと進化させたということです。
これら一連の流れがシュメール神話として伝承され、ユダヤの民にまで伝わると、創世記の大洪水のエピソードとして結実したのではないでしょうか。そう考えると、シュメール王名表の初期8代の王たちがとんでもない長命であることや、王権が天から降りてきたことにも説明がつきます。歴史上の神々が宇宙人であり、人類の起源が宇宙人の DNA 操作によって始まったという衝撃的な仮説ですが、シュメール文明が時代にそぐわないほどの科学技術や知識を有していたことを考えると、あながち馬鹿げたとんでも理論ではないのかもしれないと思わせます。例えば、シュメール神話の洪水伝説をもとにしたエピソードであるノアの箱舟の話の中で、箱舟のサイズについて非常に興味深い記述があります。それは、長さ 133.5 メートル、幅 22.2 メートル、高さ 13.3 メートルというもので、この比率は現在のタンカーなど大型船舶の設計に際して最も安定している造船技術の黄金比率と言われるものです。現代人の科学をもってようやく探し当てた比率なのに、古代の人があっさり駆使しているのは不思議ではないでしょうか。しかし、これがアヌンナキに授けられた知識だとしたら納得です。そして思い出していただきたいのですが、初期王朝のシュメール王として8人のアヌンナキが君臨した後、自らの DNA を加えた人類を作り出し、大洪水後の世界を統治させたということです。ノアのモデルとなったウトナピシュティムは、初期王朝8代目のシュメール王、ウバルトゥトゥの息子ですので、アヌンナキの DNA を色濃く受け継いでいることになります。ということは、ノアの姿もまた通常の人間の姿ではなく、宇宙人アヌンナキの姿に似た外見をしていた可能性が高いのではないでしょうか。アメリカ政府が地球外知的生命体についてまとめた調査計画書、パルサープロジェクトによりますと、アヌンナキは身長3メートルから10メートル、肌は青白くすべすべしていて、頭頂部は長く尖っており、目は赤いということです。原始地球人とのハイブリッドですから、このままの姿だとは思いませんが、少なくとも宗教画に描かれているような姿ではないようです。さて、いかがだったでしょうか。旧約聖書で有名なノアが宇宙人の姿をしている可能性があるということには驚きですが、ノアの箱舟の行方が確定されれば、この仮説の真偽が判明することでしょう。真実に到達する日まで、皆さんと共に待ちたいと思います。